どうも皆さんこんばんは、モスラメソです。今回は残念な生物ということで、過去に僕の配信で紹介させてもらったものを改めて動画としてご紹介していきたいと思います。では早速本編へどうぞ。じゃあまず一つ目は、ペンネーム春雨さんからいただきました。補足を書いていただいてます。世界ランク6の時初めて落ちた念願の星5剣闘士、最初はサブステ3個で会心が乗ればいいなと思い、一気にいらなかったものを追い込んでみた結果、できたものだそうです。でなおこれ以降剣闘士の会心、ダメが1個も落ちてない、会心ダメかな。じゃあ見てみましょうか。では一体どんな残念なものなのでしょうか、見てみましょう。ドン。さあ、こちらとなります。会心ダメージ、メインオプションが会心ダメージのもので、でサブオプションが元素熟知、攻撃力、防御力、パーセンテージと防御力という風になっております。で、まあ、これなんで何が残念なのかというと、まずまあサブオプの中に攻撃力のパーセンテージがある、まあ、これはすごくいいと思うんだよね。でサブオプが3つあってて、まあ、初めての剣闘士、世界ランクの時に初めて落ちた念願の星5剣闘士っていうことで、ワクワクで強化すると一番伸びてほしい攻撃力が一回も伸びず、周りの防御力、パーセンテージと防御力、そして元素熟知が、がっつり上がってしまいましたっていったものですね。次がペンネームゴミ生物製造機1号機さんからいただきました名前がすごい。こちらも補足をいただいています。初期サブステの数は3つだったけど、会心ダメ最大値あるし、4つ目に会心来てくれたら最高だなと思って一気に最大まで上げたら見事に全部外れてしまったパターンです。といったものになります。では見ていきましょう。よいしょ。はい、こちらになります。魔女の杯ですね。魔女の杯でメインオプションが氷元素ダメージで、サボプが防御力、パーセンテージ、会心ダメージ、防御力、HP のパーセンテージかな。で、これは、これを選ばせてもらった内容、理由としては、会心ダメージが最大値乗ってるっていうのはやっぱすごい期待しちゃうよね。どうしても。あ、これ、最大値だから、これもしかしたら会心ダメージが伸びてくれればすごくいいものになるかもしれないと。でしかも初期3オプだったから4つ目に会心が乗ってくれればさらにいいものに出来上がる。そしたら HP のパーセンテージが乗ってしまって、しかもそこから1回も最大値の会心ダメージが伸びず、防御力 HP といった残念な成長を遂げてしまった杯になります。ペンネームメニーさんからいただきました。補足いただいております。ラッキーセブンですとのことですはい、どういったことでしょうか、ちょっと見てみましょう。いきます。ドン。はい、悠久の会心ダメージ冠ですね。悠久の会心ダメージ冠で、サブオプションが攻撃力、防御力、会心率、HP。これはね、結構ね、同じ苦しみを味わった方は多いと思うんだけども、まず、まあ、メインオプションが会心ダメージで、サブオプションが会心率っていうことで、まあ、すごく素晴らしい。最初はね、多分かなり期待したものだったと思うんだけれども、で、その後に、会心率が一回も伸びず、それ以外の攻撃力と HP だけが伸びていると。で、そして HP の実数値が、ラッキーセブン、777、ジャックポット。いや、これはね、僕もね、何回か経験したことあるんだけども、これ本当にダメージ大きいんだよね。この、これ、HP のね、ラッキーセブンはね、本当にダメージが大きくて、普通さ、そのラッキーセブンとか、ジャックポットってさ、めちゃくちゃ嬉しい数字なはずなんだけども、これ、本当に腹立つんですよね、この、ラッキーセブン。ペンネーム、K さん
からいただきました、補足いただいています。貴重な楽団の会心率冠、1個しか持ってなかったのでとりあえず強化したら全部ホニャララに乗りました。一周回って神生物かもしれませんとのことです。さあ一体何に乗ったのでしょうか。貴重な楽団の会心率冠見てみましょう。いきます、ドンこれすごいよ、これこれ本当にすごいよ、これね、これは本当にすごいんだよ。これ初めて見た時はね、なかなかにたまげた。まあ、メインが会心率のパーセンテージで、サブオプションが HP のパーセンテージと防御力のパーセンテージ、そして攻撃力のパーセンテージに元素熟知、といった内容になっています。でこれはね、まあ、あのなんなら僕はもうこの生物が今回いただいた中で一番すごいんじゃないかっていうレベルの、生物となってます。まあ、まず防御力のパーセンテージに全乗りしてるね。でこれ初期4部かな、これ多分 39.4% ってそうそう多分初期3オプじゃいけないから、おそらく初期4オプだと思います。でまだ攻撃力のパーセンテージに乗ってくれればまあそこそこ使えるものになってたと思うんですが、まあ、なかなかこれはね、運用が難しい。そのアルベド用とかノエル用で使うこともまあ検討はできると思うんだけど、やっぱ楽団っていうのがそのフリー枠としか使えないから、なかなか現状は、運用が難しいっていう。そう、まあただこれはね、そのそう今後ね、なかなかなんかもしかしたら使える日が来る可能性は十二分にあるかもしれないから、そう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 、これはね、ぜひ餌にせずに取っておいてほしいものかもしれない。ペンネームタルホタ好きさんからいただきました。補足いただいてます。5ヶ月間原神をやってきて、サブステが唯一 30% を超えた生物です。といった補足をいただいています。5ヶ月間原神やってきてサブステが唯一 30% を超えた生物となると、まあ、ものすごくきっと嬉しかったんだろうなと思いますが、どういったものなんでしょうか。見てみましょう。ドン、魔女の砂時計ですね。でメインオプションが攻撃力のパーセンテージで、サブオプが防御力実数値、防御力パーセンテージ、攻撃力、会心ダメージとなっております。これまずはすごく大変なのが、まず魔女の、これ皆さん魔女の集会をした方だったらわかると思うんですが、そもそもね、この魔女の砂時計の攻撃力オプションっていうものが非常に出にくい、非常に入手しづらい、レアな生物なんだよね。でめちゃくちゃレアで、で最初にそのまあ多分初めて出たのかな、おそらく砂時計が。でこれでオプションが防御力実数値、防御力パーセンテージ、攻撃力で、多分これおそらく数字的には3オプかな、これで4オプ目プラス4強化した時に会心ダメージが乗った。あ、これはこれはめちゃくちゃいいものになるかもしれないという期待を込めて強化すると、すべて防御力パーセンテージに、吸われてしまったと左下のディルックが悲しそうに見える。忘れてくれ、はい、いやこれはねなかなかに答えるよね。で攻撃力もパーセンテージでなくて実数値が載っていると。ペンネームさん、ペンネームコマさんから、いただきました。補足いただいてます。初期4オプ、おお素晴らしい、初期4オプの生物で、水生物ですね、水生物の杯で水元素ダメージの率ダメ持ち、いやもう素晴らしい、もう聞くだけでワクワクしてくる。初期4オプで杯一致、オプション一致、属性一致の率ダメ持ちで、あとはご覧の通りです。
といったものになります。さあどういったものになったのでしょうか。ではいきましょう。ドン、水の生物でメインオプションが水元素ダメージで、サブオプションが攻撃力実数値 HP パーセンテージ、会心率会心ダメージとなっております。で、HP のパーセンテージが全て伸びちゃったのかな全て伸びちゃってますね。これはね、本当にダメージ大きかったと思う。いや、これはさ、その初期4オプで、攻撃力の実数値 HP で、会心率、会心率で、しかも杯一致。水元素。水生物で水元素ダメージ。もう完璧な生物だったと思うんですが、すべて HP に吸われて、会心は一回も伸びませんでしたと。そう、バーバラ、年火力バーバラだったら、結構使えるのかな。回復力も伸ばせて、火力も伸ばすことができると。ペンネーム、氷竹さんからいただきました。補足をいただいています。血染めの生物かならしいですね。血染めのメインステータスが会心率で、攻撃力のパーセンテージもついたので強化しようとしたら、ほにゃららばかりで、血染めでこれはひどいと思っております。サブステで、ほにゃらら100超えとかするんですね。といった、ものをいただきました。では、見ていきましょう。どんなものでしょうか。いきます。ドン。はい、血染めの鉄仮面、メインオプションが会心率。で、サブオプションが元素熟知、元素チャージ効率、HP パーセンテージ、攻撃力パーセンテージとなっております。さあ。で、これまあ、ポイントが高いのが、まず、元素熟知が3桁になってると。で、すべて元素熟知が伸びてしまってる。で、コメントにもあった通り、攻撃パーセンテージがついたから、あ、これ攻撃力が伸びてくれれば、すごくいいものになるんじゃないかと思って、強化すると、一回も伸びずに、元素熟知がすべて伸びちゃいましたと。しかも、3桁。3桁いただきました。でね、まあ、あとこれ何が残念なのかというと、まず、血染め。血染めって、まあ、2セットで、多分なんか物理キャラに使ったりすると思うんですが、まあ、大体その物理キャラクター、まあ、レザーだったり、深淵だったり、まあ、あとは神団長とかなのかな？血染め2セットとか使う可能性があるのは。これね、物理キャラクターに元素熟知を上げたところで、もう正直恩恵がね、薄すぎてね。これ。もう、血染めはフリー枠で使う分だったら、まあ、まだなんとかいけるのかなっていうふうには思うけども、こう2セットでね、使う場合、この元素熟知があまりにも仕事をしなさすぎる。残念な生物は次で、最後となります。ペンネーム、体調不良さんからいただきました。補足をいただいています。ガイア用に会心率追加されると思って強化したら、ホニャララが追加されて、最後まで伸ばしたら全部ホニャララがガンブリされました。さあ、ガイア用に育てた生物、一体どういった、ものになったのでしょうか。見てみましょう。いきます。ドン。氷風の花だね。で、まあ、これは、メインオプションは固定なので HP。さあ、で、サブオプションが防御力パーセンテージ、会心ダメージ、攻撃力、元素チャージ効率、といった内容になっています。で、これね、まあ、まずシンプルに、防御力 30% 超えてるから、まあ、その時点でものすごく残念。で、会心ダメージ一回も伸びませんでした。っていう、まあ、内容、本当にすごい残念なものになるんだけど、これ僕、何が、残念とか面白かったのが、まあ、これ見たらさ、過去に紹介した、楽団の防御力 39% とか、その魔女の砂時計の 33% の方が、残念な生物っていうだけで見たら、多分レベルは高かったと思うんだけど、こうそのガイア用にこう作ろうとして、
あの外野用につけてあげたいと思って強化したら防御力全部伸びちゃって、で結局外野につけないでアルベド用になっちゃってるっていうのがアルベドがさ、なんか左側で左下でこうひょっこりこう顔出してつけてるのが、これがねこれがなんかもう一番この体調不良さんが本当に悲しかったんだなって、アルベドにもうアルベドにつけるしかないなって思ってこうつけさせたんだなっていう、こうそういうストーリーがねこう見えちゃってねいかがだったでしょうか。皆さん生物厳選でね辛い苦しい思いをたくさんしてきたと思うんですが、今回の動画を見て少しは救われた気分になったんじゃないでしょうか。やっぱりどうしてもね生物厳選は運要素が大きく絡んでくるので、なかなかうまくいかない時もあるかもしれませんが、まあ、いつか残念な生物ではない神生物ができることを信じて、これからの生物厳選頑張っていきましょう。てなわけで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。僕の動画が面白かったという方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また動画とは別に毎日原神の配信もやってますので、よかったら遊びに来てください。それではまた会いましょう。またねー。